スローインです。
シュート、危険なタックル、センターバックがチームメートに喝を入れます。ジャンプ、コーナーキックです。さあチャンスとストーラお放り込んできた、きた、前半戦終了。後半開始の笛です。コーナーです。さあセットプレー、何をやってくなってくるのか。シュート、コーナーキックになります。競り合う、これはコーナーキック。ジャンプ、ここで折り返す。さあどちらがボールを支配するのか。ジャンプ、スローイン、攻撃の芽をことごとく摘んでいきます。シャラツナボカン、ふわっと上げる、シュート、コーナーキックになります。さあさあチャンス到来、
Harry Kane che tocca il bambù. Heddo de Schneider.動き出しが素早いです。
度見てみましょう。前線でボールを要求しています。ふわっと上げる。ヘッドで押し込んだ。がっちりキャッチ。後半5分経過しました。
味方を探してますよ。フォローが遅いが遅いですね。気をつけないと。ナイスファイト。スローイン。ハイボールを競り合う。後半25分、さあどちらがボールを支配するのか。シュート。ではコーナーキック。さあチャンス到来。スローインです、キラーパスになるのか。ワンタッチ、主審ファウルを取りました。キーパーが壁の枚数を指示しています。さあこのまま攻め上がれるか。なかなか壁を崩すことができません。ヘッドでつないで、最後まで見応えのある試合。
ライディング、タッチに逃げます。どちらのボールになるのか。最終ラインの押し上げが早い。主審笛を吹いた。前半あと10分です。合わせた。一覧に回れと上げる。華麗なパスワーク。さあこのまま攻め上がれるか。ワンタッチ。前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過、後半戦キックオフ。スローインです。ゴール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 ゴ
ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。彼は到来。ヘッドでパスを送る。壁パス。キーパーこぼした。コーナーキック、コーナーキックです。リザーブの選手が体を動かしています。パス交換。危険なタックル。ここで選手攻守交代です。スペースを見つけた。受けた。体を入れてきます。コーナーキックです。
レーパス。この選手は視野が広いですね。試合終了です。1点を死守しました。